じゃあ昔ながらのいわゆるグランキュージニエを持ってきた時にもう生クリームでクレームしてゴテゴテの味付けにしてるバターはバンバン入ってこれ食うたらあんたコレステロール溜まってよ医者から止められるよっていうようなフランス料理を出すよりも普通でもフランス料理って生クリームとかバターばっかりじゃないですか、うん、それがやっぱりフランス料理の醍醐味だから、うん、でもここは日本であり九州であり福岡なわけだから、うん、その人たちがお客さんゲストとして来るわけでしょフランス人が来るわけじゃないんだから、うん、九州の食材をなるべく使いたいんですよね、うん、もちろんそのフォアグラだとか子羊だとか、はい、オマールとかそれはいろんな産地の美味しいところがあるから、はいはい、それはそれで別に OK、まあ、じゃあホワイトアスパラだったらもうフランスのホワイトアスパライタリアのホワイトアスパラって絶対美味しいんですよねブルーベリーだとかそのルッコラだとか日本でちゃんと美味しいものって絶対あるんですよね大木シェフから見てこの福岡という土地は大木、うん、シェフが料理をする上で食材としては恵まれてるもう絶対恵まれてる絶対恵まれてる九州食材めちゃくちゃ美味しいはず